たとえ火の中、水の中、草の中、森の中、土の中、雲の中、のこのスカートの中。いやプンプンハロー YouTube。 どうも、イッスンです。それではポケットモンスターバイオレットをやっていこうか。バイ。前回はね、やっと旅が始まるぞ、意気込んでるぞ、戦いが始まるぞって。俺がポケモンマスターになるのも近えな、夢見て進んでこうぜっていう意気込みを見せていたところで、わけわかんねえポケモントレーナーにボコボコにやられて涙を見た回でございましたけれども、俺もう次は負けねえから、もう二度と負けねえから。負けねえ。みんなはポケットモンスターしたことある？俺はな、初めてポケットモンスターをしたんは5歳ぐらいの頃、いとこが持っとったポケットモンスターのゲームブルーをやったんが初めてなんよ。びっくりしたんがな、そのポケモンのデータ開いてみたらリザードンのレベル100が手持ちにあって、いとこすげーって思ってよう確認したら、バッチ1個も持ってへんくて、バッチ1個も持ってへんのにレベル100のリザードン手持ちにおるかって思ってさ、まあ、とりあえず戦ってみるかって、初めの草むらでポッポを火炎放射かなんかで攻撃したら、その瞬間リザードンの見た目がぐちゃぐちゃになって、文字が読めへん文字に変化してみたいな、子供ながらにびっくりしてもうて手が震えてさ、何が起こってんの、ポケモンって怖いゲーム、ホラーゲームなんかなって勘違いしてて、後でいとこに確認したら改造してて、へえ改造ってあるんや思って、びっくりした。そんな記憶があるわ。その時に絶対改造はせえへんぞって、純粋にポケモン楽しむぞって、そう思っとった俺やけど、いとこと同じぐらいの年になった時に気づいたら改造しとった。改造楽しかった、はは、いい思い出です。あ、行くよ、アイスヤリラフィー、ナイス。そしてヤリラフィーのレベル系アップ、いいですね。そろそろ進化しても、お、ダブルアタック覚えた、いいね。アタックアタックナンバーワン。犬、あれ犬いた今、え、ワンワン、あ、あれ、はい、アタックを忘れて、アタック21、アタックチャンスを覚えた。お、来た、やっぱ進化、みんな進化するよ、どうなっちゃうんやろ、そのモリモリの髪の毛が横になびいて花輪くんみたいになるんちゃう。あのちびまる子ちゃんの花輪くん、ベイビーどうしたんだい、今日も鼻くそが口元についてるよベイビーっていう。そんなん言わへん。さあ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 、初めての進化やからね、見届けよう。あー、二足歩行になって、なんかうん、ドナルドダック、え、ちょっとなんか頭のところヘルメットつけたみたいな、もしかしてあのバイク乗ってます、大型二輪免許保持ドナルド、行く、いや、ウェルカムウェルカムウェルカム、いや、お前を俺は歓迎するぜウェルカム、これから一緒に戦っていこうぜ、ちょっと夢の国感あるけど大丈夫だぜ、俺たちは友達だ、頑張っていこうぜ。今回は幸先のいいスタートを切っているんじゃないのか、んピクニック、お姉さん、ピクニックかい、楽しいかい、あは、あ、食材くれるのかい、ありがとう。お姉さん一緒にピクニックなんてどうだい、そう、大人のピクニックを俺と一緒にしないかい、もうそら手取り足取り教えるよ、大人のピク、休息、お姉さん一緒に休息しよう、あ、いやー、お姉さん激しすぎるってマジで、これたまんないっすって、これ何回でも休息できるんだよね、ヤリラフィーをちょっと入れ替えよう。いやー、たまんなかった、ヤリラフィーしすぎたわ。そう、ま、マジそれ、そう、ま、ヤリラフィーしすぎ、それ、そう、ま、やめてよ、あんま言わないでよメンディー。ヤバタニエンだね、みんな乾杯しとく、ケビー。自分のつけた名前で遊ぶな、ポケモンがかわいそうやろうが。
まだまだレベルアップするよ。こんなんじゃ物足りないよ。レベルアップ。虫ポケモン強くする。お前俺と戦えよ。まだまだレベルアップしてんだよ。虫使いか。ふん。てめえのお尻なんてな、かじりついてやるぜ虫野郎。お尻かじり虫、お尻かじり虫、かじってかじってかじってなんぼ、かじってなんぼの商売だ。お尻かじり虫、おい、お尻かじり虫。はい、倒しちゃったよね。お尻とお尻でお尻合い言うてな。全然どうでもいいけど、なんかかじり虫で思い出したわ。蟯虫検査あるやんか。今蟯虫検査ないんやってな。俺小さい時めちゃめちゃケツ出して、お母さんとお父さんにお尻うまい突き出しなさい、ふがふがふがって、おいおふがふがふがって、アナールをふぐふぐふぐってすんごいいじくられたわ。もう今でも忘れない。羨ましいわ、羨ましい。いや、ある意味貴重な経験。うううううう、戦いの中で強くなる君がオートディグだがいたぜ、君も倒しちゃおうかな。キラキラ光る夜空の星よ、あなたのことを私は見てる。ボイスを聞いて僕のあなたへの愛という名の歌を。よう分からんけどボイス、ディグダをボイスで倒す。オッケー、マッチョッチョ、ベリクソマッチョッチョ。キラキラ光る夜空、お夜空の星よ、ヤボタニエン。こいつはやべえ変化が見れるんじゃねえのか。もうこんな可愛さ取っ払って急にイカチー見た目になったりするんじゃねえのかよ、ヤンキーバルニオ。お、怖え怖え、ヤバタニエは可愛いままでいてくれよ、俺の好きなよ。もう怖えのはやめてくれな、おめえは可愛いんだからよな。立っただけ。いや、起立しただけやん。ヤバタニエンさんって名前呼ばれて、はいって起立しただけやん。え？誰も点呼取ってへんねん。朝のホームミーティングか。座れよ、お前。突っ張りを覚えようとしてます。どうしようかね。ほっぺスリスリやめちゃおっけね。突っ張りに比べりゃね。それに比べりゃ、こんなもん。へのつっぱりは、いらんですよ。それに比べりゃこんなもの。手の突っ張りはいらんですよ。いや、まあ突っ張りは覚えたんですけどね。ようわからん感じになった。ちょっと挑戦してみていいですか。こいつ B クイーンっていうポケモンなんやけど、多分強い。見てて、多分強いよ。あ、27。でも翼で打つで効果抜群やから、どんぐらいから全然食らわん。ヤリラフィンレベル20に対して27のビッグ。走休め、今日は跳ね休め。これ回復、あーやべえ、ちょっと待って。いや、あの効果抜群やからいけると思ってん。ちょ、テラスタルするわ。テラスタルのヤリラフィンの翼で打つなら効果抜群しよう。みんな見せるよ、ヤリラフィンの綺麗な姿見て。あー、ドナルドダックが際立つ。ヒエー、水噴射してる。いけ。いや、同じぐらいやん。同じぐらいしか食らわんやん。そしてまた回復、これはループだ。アイサー、いや、どう、何それ。いやー、混乱した。アイサー、カモン、もうちょっとで。いけー、あいよー。おう、勝てた。お、勝てちゃった。お、めっちゃ経験値もらえた。お、嬉しい。お、え、おう、ソーマー、ソーマー、ソーマー、お前進化するんだ。だ、お前羽とか生やせよ。お前飛べたりしろ。
じゃあねえとおめ。飛ばねえ豚はただの豚だ。飛ばねえ豚はただの豚だ。さあさあさあ、紅の豚みたいにサングラスかけてダンディーな感じになるのちゃう。ダンディーな感じになるんちゃう。おお、なんかセクシーな感じになった。バフュートン。お、まあ、わ悪くない。あ、マツコデラックス。さあさあさあ、だいぶ強くなってきましたということで、前回の動画でボロ負けになって病院送りにされたこのスターダンとか喋ってるこいつ、ヤリラフィーヤバタニエンソマーが3体進化して強くなった今、レベルもめちゃめちゃ上がっております。今なら倒せるんじゃないでしょうかということで、積年の恨み、屈辱、妬み、つらみ、恨み、すべて、もう何回言う何言ってるか分かんないですけども、全部ぶつけていきたいと思います。戦っていきましょう。タイム。クソ配達員が、お前は物だけ届けてればいいんだよ。ウーバーイーツかウーバーイーツなのか、何かを、何を届けてる、アマゾンか、おガーファか、この野郎ぶち殺してやれ。何出してくるん、つら拝ましてみ、コダックかいな。はっはっはっは、そいつはもうお茶の子サイサイ丸やで。クライト、あの世に生きやがれ。シェー。はいはい、何出してきても同じですけどね。こっちも一応変えといてあげましょうか。さっきヤバタニエ進化したから、ヤバタニエ行ってあげなはれ。大変な突っ張り、もう一発、どすこい翔一、もう一発、翔一くん、うわカモン。ごめんな配達員、俺強くなりすぎちまったみたいだ。ボコボコに前回やられたこの泥番号も、今の俺ならボコボコにすることができる。お前への敬意を込めて、全力で、そう、テラスタルを使って、とどめを刺してやる。見ろ、このヤバタニエンの究極の変身を、絶望的に可愛い姿を、進化したことで二足歩行になり、スタンドアップしたこのヤバタニエンを、いけ、突っ張り。あ、全然効かない。あれ、でも突っ張りは、何度も攻撃する。そう、連打2発目切るか、いけ、3連打、うん、上がる上がる、でも関係ない、まだまだ4連打、おー、いく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 、おー、上がるけど知らない、押し切れ、5連打、終わりか。おお、めちゃめちゃ上げてもた。大丈夫かな、まだ硬なる、まだ硬くなる、あお、あお、あ、冗談だよ、煽ったのはそのジョークってやつだよ。これ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 、待たせたな、ヤリラフィーの出番だ、本当の俺の、待てよお前、本当の俺の実力はここからだぜ。メステッパー死ねえ。ふん、タコが。見たか、竜兵。おとなしく配達行ってこい。スターダンのこと考えてたら負けた。言い訳はよろし。ああ、勝てた。俺、強くなりすぎちまったみてえだ。は